あれ、まだ世界続いてんの。こんにちこ、アキトです。よろしくお願いします。今日は10月30日の土曜日で、今さっきアイオワダンクローの並び、アトモスブルー抽選並んできて、里谷さん、崎山翼さん、スニアカ男子のお二人、近野さん、原口さんと別れてきたところです。僕は何を隠そう、引きこもりなんで、あまりに外出たくないんで、外に出るためのハードルを下げるためにパジャマのまま出てきてるっていうぐらいですから、引きこもりのプロとして YouTube やらせていただいてるわけなんですけども、なのでなかなか外に出ないので、どうせやっと何の因果か、炎上天下唯我独尊、丸ボロをマールボロ、アウェイをアウェイ、マイルドセブンがメビウスに、ということなんですけど、なのでどうせなのでついでにいろいろ回ろうかなと思って、今はアトモスの原宿店の方に歩いてます。気になるインラインのモデルがあっていくつかあるんですよね。今一番気になってるといえば、エアフォースワンのこれ、この UNC カラーのやつと、ドットコムで出てたこの NBA の3周年かのモデルのやつ、これいいですよね。なんか気にならないですか？ちょっと気になりますよね。で、両方とも今もオンラインでは買えない状態になってます。もう完売。ただこれ僕めちゃくちゃ悔しいのが、今さら欲しくなってるんですけど、めちゃくちゃ悔しいのが、在庫あるうちに両方とも気づいてるんですよね。いやでも貧血がなって迷ってて、インラインだし、なんかね、動画にもしづらいのかなみたいな、なんかやらしいこと考えて、やらしいわ。なので UNC のやつとかはアトモスさんで通常販売してたみたいなんで、ワンチャンどうなのかなっていうのを見ていきたいなっていう、あ、っていうか崎山翼さん、先ほど動画的には前回の動画でコラボというか、翼くんの方位でチラッと出ていただいて、いやーすごいですね。すごい刺激をもらいましたね。僕はすごい人だなと思いましたね。いや、もちろんそのドラマーとしての実績とキャリアがある人なんで、なんかそもそも人前に立つっていうことのスタートがもう僕なんかとはもちろん比べ物にならないぐらいのものなんですけど、目の当たりにするとすごいですよ。皆さん翼くんの YouTube を何気なく見てる分には慣れちゃって気づかないかもしれないですけど、横に立つとすごいですよ。人間としての魅力というかパワーがすごくて、いやだってまずで、ついちゃった。じゃあちょっと見てきます。エアフォースは UNC のミットがありますね。ウィートも店頭にはありますね。スニーカーズとか、オンラインではなくなっちゃってますけど、なんでウィートがそんなオンラインで買えないようにしてるんですかね。なんでって思わん？エアフォースワンのウィートなんて別に買えるようにしといてくれてよくない？毎年出しててあるんだから別にね、まあミット、まあ今まではローですけど、最近出てたのは、ウィートをオンラインに買えるようにしといてくれていいのにね。エアフォースワンの UNC はないですね。ないですね。ないか。さすがに店頭には残ってないか。残ってないんだ。いや、ワンチャンあるかなと思ったけどな。もうリリースされてから随分経っちゃってますからね。どのぐらいなんだろう。1週間以上経ってるんでしたっけ。はい。ということで、アトモス原宿店さんを後にしてきました。で、翼くん、崎山さんが、まず、めちゃくちゃ声量がすごい。いや、これ YouTube 見てるだけじゃ多分気づかないんですよね。多分。いや、僕もだって横に立って初めて分かったっていうか、びっくりしたことですからね。いや、なんか、人前に立ってる人っていう感じがしましたね。もう、ちゃんと。僕なんてもう別に、普通のただの人見知りがなんかボソボソ、本当に素人のただの一般人が YouTube 上げてるっていうようなやつじゃないですか。いや、さすがになんか違いましたね。いや、めちゃめちゃ刺激を受けました。なんかそれで。YouTuber って言っていいのかちょっと、まあわかんないですけど、とにかくその人前でパフォーマンスする側の人間としてなんかこう見せようとする力がすごいなって思いましたね。いや、本当にすごかったですね。本当堂々としてるし、もう僕とはもう全然正反、あ、これここ
23、東京23の新しいとこ、ここにあったんだ。あの、この、なんていうの、この、この通り、なんていうの。うん、あれだ。プロペラ通り。もともとあった23の場所の通りに、これ何があったところなんだろう。こんなでかいの、いつの間に作ってたかな。全然わかんないな。その間通ってないってことないですよね。工事してた？はい。で、ビリーズさんに寄りました。これ何これ。これ、いや、何っていうか、なんかリークでは見た記憶はある、確かに。リリースされてるんだ。ゲリラっていうパターンなんだ。知らなかった、全然。そうなんだ。ああ、あとこれ、僕がインラインで気になってるアディダスで言うと、このフォーラムの、はい。これ、めちゃめちゃいいなと思ってますね。これ、何でしたっけ？ NBA のチーム名。それとは別に、グッチカラーだなと思って。あの、レイカーズの、もう、隣に、もう一足ありますけど、レイカーズもいいけど、こっちの方が気になるな、その、今回の、これは。このレイカーズもこれもいいですけどね。この足首のところが、コーデュロイになってて。ナイキも NBA の記念モデルが出てますけど、アディダスもフォーラムで出してるんですね。今めちゃめちゃフォーラム押してますからね。いや、これもいいですけどね。内側と外側で、色を変えてるっていう。いや、いいですけどね。これ、アディダス、フォーラム、ローが豊富に出てますけど。いや、なんか店員さんに確認したところ、あのダンクのゲリラで出てたやつ。29日、昨日、日付で言うと29日、今日から言うと昨日リリースされたんですって、ゲリラで。今、だから置いてあるのはビリーズさんだけなんじゃないですかね。ビリーズさんで29日。ゲリラで出たっていう。で、サイズなんですけど、今はもう確かこの一番でかいのが 5.5 って言ってました。さすがにでかいサイズは売り切れちゃってるんですね。ニューバランス991。これもかっこいいですけどね。なんか履き口でかいなと思った。なんか履き口が広いですね。こんな広いんだ。なんか広いなと思いました。いや、ゲリラだって知らなかったからびっくりしましたけどね。はい。ビリーズさんを後にしました。今確認したらビリーズさんのオンラインでもリリースがしてたんですね。ビリーズさんだけで。もうソールドアウトしてますけど。最近ビリーズってなんか全然抽選でも出てこないし、多分あれですよね。アカウントとしての扱いではもうなくなってるっていうことなんですよね、ナイキにとって。だからもうあんまり限定スニーカーが売らしてもらえないっていうことになって、抽選があんまりしてないっていうことなんだと思うんですけど、っていう感じで若干忘れられてるなと思ってたら、ダンクのゲリラリリースなんてあって、まあ、ビリーズさんだけではないとは言ってましたけどね。だから今後はわからないですけど、とりあえず今はビリーズだけでしか置いてないって店員さんが言ってました。じゃあ、あとはナイキ原宿にちょっと寄っていきたいと思います。いやー、ちょっと何ヶ月か、ほんの2、3ヶ月前の僕なら考えられなかったですね。昨日の状況は。逃げてましたからね。逃げてましたね、そういえば。スニアカさんとかチラッと見かけた時とか。いや、正直言うと、あと動画、動画でも一回あったな、翼くん。実はあるんですよね。一回見かけて、ちょっと避けて帰ったっていう動画にも一回したことあったな。あれは、あの時、エアマックス95のレブロンの、あれがナイキ原宿でゲリラというのか、完全ゲリラではないんでしょうけど、そんなにアナウンスせずにリリースして、
その時に見かけたんですよね。店内でも見かけたし、外でも見かけたんですけど、ちょっと話しかけられずに U ターンして帰ったっていうことはありましたけど、っていう頃から比べるとだいぶ信じられない状況ではありましたけどね。昨日頑張らなきゃダメだなと思いました。結構フラフラですけど、そこそこ負けそうにはなっていますけども、すごい刺激をもらえたんで、もう少し頑張ってみようと思います。着いた。ではちょっと店内見てきます。なんかあるといいけど。まず入ると1階の受付のところ、なんか2階で午後とかにゲリラリリースみたいな感じで、2階でこう列作ってる、並びを作って、そういう場所があったりしますけど、1階のカウンターのところにもあるんですよね。こういうなんかゲリラスペースっていうのか。それが今回はこのジョーダン1ローの OG のやつでした。ちょっとウィメンズなのかメンズなのかは確認できてませんけど、ありましたね。85のジョーダン1のやつのロー。いや、これ当日なら普通に買えてましたからね。店頭では少なかったのか。今のダンクみたいな感じで店頭では少なかったけど、オンラインでは1回スニーカーズで完売して10時過ぎぐらいに全サイズリストックしたんですよね。多分全サイズかどうかはあれですけど、結構リストックして普通に買えるようになってましたからね。いやー、当時その時は僕はスルーしちゃったんですけど、ずっと迷ってましたけど、今はもうちょっと本当に無理ですね。金銭的な理由で、単純に。あれですよね、確かこの時動画は、ゆきさんがアトモスピンクに並んで買うっていうのに同行させてもらって動画作ってましたけど、アトモスピンクでは並びは0人でしたね。まあ、ウィメンズサイズしか扱ってないからかもしれないですけど。とはいえ、普通のメンズサイズを扱ったアトモスブルーとかでは完売してたみたいですね。メンズサイズがめちゃくちゃ少なかったんでしょうね。入荷、店舗の数が。店舗での数が。で、2階行ってメンズフロアで見てみると、ジョーダン1のズームですね。この、ちょっと前に出たやつですかね、新作がありました。色といい、素材といい、いい感じですよね。ただ、何ですかね、ジョーダン1ズームってそういえば、一番初めに出た時は、なんか割と新しいシリーズで、普通にジョーダン1のもう一つのものとして、結構人気だったんじゃないですかね。なんか、そういう記憶がありますけどね。なんかでも、そういうやつのありがちなパターンというか、最初売れたから、その後またどんどんモデルを作って、だんだん売れなくなるっていう。ちょっと前のモデルで言うと、ジョーダンのレガシー312、数字合ってますかね、これ。レガシー。あれも確か一番最初に出た時めっちゃくちゃ売れてヒットして、その後連発して出して全然売れなくなったっていう、確かモデルだったと思うんですけど、このジョーダン1ズームもなんかそういうやつ臭いですよね。ちょっとその香りがふわっと漂ってきますね。難しいですね。あとはこの NBA 記念モデルのブレーザーですね。なんか色合いがいいですよね。それでブレーザーで、これの、エアフォース1バージョン、 NBA の記念のエアフォースワンはなかったですね。店舗には置いてなかったです。ナイキ .com でリリースされて、割と1日ぐらいはあったんですかね。僕が確認した時、当日だったのかな、リリースの。でもなんか次の日ぐらいだったような気もするけどな。で、在庫はあるのを確認して、あ、まああるんだと思ってスルーしちゃったら、もう完売になってたっていう。エアフォースワン、あれかっこいいですよね。これカラーリングいいですよね。いやー、でも多分もう出てこないんだろうなー。リストックしなそう。 UNC といい、エアフォースワン、この
NBA モデルといい、リストックしなそう。ちょっと確認してはないですけど、なんかプレネとかで言うと、スニダンさんの見ると、酒井と何日か前にリリースされた酒井とアンダーカバーの LD ワッフルよりも、UNC のエアフォースワンと NBA 記念モデルのエアフォースワン、こっちの方がプレネで言うとついてんじゃないですか。インラインなのに。不思議ですね。数なのかな？数で言うと、エアフォースワンの方が少ないのかな？はい。で、あとこれ。これはもう一生あるやつですね。一生置いてあるやつ。ずっと誰にももらわれることなく、おつぼね化していくのでしょうか？もしくは途中で売り場から強制的に下げられ、いなくなってしまうんでしょうか？それであとこれ。これはすごいちょっと逆光で見にくいけど、藤原博史さんのフラグメントのダンクのネイビーのやつですね。これも置いてあるな、ずっと。そんな大きいサイズがもうなくなってるからなんでしょうけど、そんなずっと置いてありますかね。フラグメントダンク。とはいえ、フラグメントダンク。あと、気になったもので言うと、これですね。色合いがかっこいいなと思って。やっぱり黒に赤っていうのはかっこいいと思っちゃいますね。はい。っていうことで、ナイキ原宿も見てきました。割とインラインでも気になるのがちょこちょこ出てくるんですよね。エアフォースワンもそうだし、アディダスのフォーラムもそうですけど、普通に働いてしっかり収入がある時なら別に買っちゃってたかもしれないけど、あ、ユウは何しに日本への取材のクルーだ。あれ、あの取材班の人に翼くん突撃してましたからね。そう、いやすごい、本当僕なんかと比べることじゃないですけど、性格はもう真反対ですね。取材班にも突撃してなんか話してましたし、可愛い子見つけて話しに行ってましたからね。すごいですよ、本当に。はい、ということで、では見ていただいて、見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録をしてない方はお願いします。あと高評価も押してください。よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしたいと思います。